はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。今日は2月19日の夜に収録しております。もしかしたらこの動画アップできるのが20日の夜か21日の朝になるかもしれませんが、どうかお付き合いください。よろしくお願いいたします。今日は3点ほど皆さんになんか紹介させていただきたいお話がございます。まず一つ目が、劇団新幹線のお芝居ジパングパンクゴエモンロック3が今映画館で上映されているというお話、2点目が映画森の学校関連のお話、3点目が映画天柄門に関して、この小田作之助さんの五代友厚という小説を、ぜひ皆さんに紹介させていただきたいというお話、この3点を今日はお話しさせていただけたらなと思っております。まず早速ですけども、この、劇団新幹線のジパングパンクゴエモンロック3なんですけど、私全く知りませんでして、実は木曜日に桂川日本シネマに10回目の天柄門を見させていただいた後、お声かけいただいた、その中で、S さんとさせていただきます。S さんが、堀内さん今T ジョイ京都、京都駅の八条口にありますけれども、 T ジョイ京都でこの劇団新幹線のジパングパンクゴエモンロック3っていうのが、まあ、1週間だけ上映されてて、この中でその三浦春馬さんがすごい素敵な出演をされているので、ぜひ堀内さん見に行っていただいて、まだあまりお客さんが入ってないので皆さんに紹介していただけたら嬉しいですってね、教えていただきまして、で私劇団新幹線のお芝居もぜひ一回劇場の方で見たいなと思いながら、今までも見れてないですし、こういう形でもその見れてないし、でなおかつこの作品は三浦春馬さんが出演しておられるということで、ああじゃあもうぜひ行かせていただきますってお返事させていただきまして、早速なんですけども今日行ってまいりました。でまあもちろんなんかご縁をいただいて行けるものだったら行くんですけど、正直なところ、例えば天柄門にしても森の学校にしても、私自身が見てものすごい感動して、まあ、なんかその感動をそのまま伝えてるだけなので、なんかやっぱりどんな作品にしてもそのいいなと本当に自分が思わへんと、なかなかこう伝えづらいので、もしあんまり面白くなかったりしたら、なんかおすすめできへんし、どうしようかなと実は正直なところ思ってたんですけども、今日行かせていただいたらむちゃくちゃ面白かったです。でまあ、この劇団新幹線のお芝居を見るのも私初めてで、テレビで古田新太さんがね、私好きでよくお話しされてるのは見てるんですけど、正直なところちゃんとしたこう劇場でのお芝居を見るのが初めてでして、で今回この作品も3時間をちょっと超えるぐらいの長い作品なんですけど、なんか途中に15分ほど休憩があったんですけど、あっという間に過ぎて、すごい展開でむちゃくちゃとにかくね面白かったです。だから本当に教えていただいて見に行かせていただいてよかったなと思いました。で三浦春馬さんがこの時が2012年の暮れなんで、22歳の時ですかね、明智新九郎っていうね、むちゃくちゃまたかっこいい役で出てこられて、でまたダンスとで歌も今なんかね、最近聴かせていただく歌よりもう少し声も若々しいんですけど、歌も上手ですし、ダンスもかっこいいし、チャーミングやし、でその盾も綺麗ですし、すごいかっこよかったです。だからね、本当に山内さん教えていただきましてありがとうございます。でこのジパングパンク、ゴエモンロック3、劇シネって言いまして、その劇団新幹線のその劇場でのそのまあステージを映画館で見るためにまた編集してこういう形で見れるらしいんですけど、今回おそらくまたこれもたくさんの方のまたリクエストがあってリバイバルの上映されてるんだと思います。で京都も25日の木曜日までですので、まあ、あまり日がないんですけども、ぜひまたね、皆さんお時間が許す方は見に行っていただけたらなと思っております。で劇シネのまたサイトのアドレスもコメント欄に貼り付けておきますので、また全国で何箇所か上映していると思いますので、もしお時間大丈夫な方がおられましたら、そのサイトを見ていただきまして行っていただけたらなと、思います。
いや、すっごい面白かったです。全然ね、こういう作品のことも知らなかったんで、こうして教えていただいて、行かせていただけると本当にありがたいし、今日は改めてね、劇団新感線のお芝居も見させていただいて、あ、こんな世界があるんやなと、その盾とお芝居と、そして、歌ダンス、まあ、ミュージカル的な要素ですよね。なんか自分の中でのね、ちょっと新しい世界がなんか開けた感じがいたしました。教えてくださいましてありがとうございます。そして2点目が森の学校の関係の話なんですけども、実はね、今日またまた嬉しいことがありまして、先日はその森の学校の原作、少年動物誌を書かれました河合雅夫先生から、今97歳になられた、的少年から、お便りをいただいたっていうね、嬉しいお知らせをさせていただいたんですけども、今日はまたなんとこの森の学校の西垣監督とお電話でお話しさせていただきまして、おそらくそんな遠くない時にまたお会いできて、お話も伺えると思いますので、どうか皆さん楽しみにしていただけたらと思います。森の学校撮影当時のなんかまたいろんなお話も伺えたらなと思っております。なんか最近本当になんかこうご縁の輪が広がって、またそのスピード感がまた速くなってきてる気がいたしますので、きっとなんか皆さんの思いがまたこのサイト、このチャンネルに集まってきて、で私もまあできるだけなんか会いたい人とか、こうお話を伺いたい人に私からもまあ行動してるんですけども、そういう形でなんかね、ご縁をいただけるスピードが早まってる気がしますので、またこれからまた皆さんがお話を聞きたい人とか会いたい人とか、まあ、そんな方に向けても私も行動して、なんかこう皆さんの願いを少しでも叶えれるようになっていけたなと思いますので、また西垣監督の、お話を伺えるのもぜひね、楽しみにしていただけたらなと思います。で、少し前から京都はまあ終わったんですけど、大津のアレックスシネマで3月6日と7日に、上映されるので、できたら私もそのどちらかに行って、終わった後に皆さんとなんかこうミニオフ会みたいなものがさせていただけたら嬉しいと思ってますっていう話をしてたんですけども、それもまた S さんから教えていただいて、まだチケットがもう少し近づかないと取れないのかなと思ってたら、ドリパスっていうサイトで堀内さんも取れますよ、私も取りましたって言っていただいて、あ、そうですか、じゃあ取れるんやったら私ももう取っときますって言って、で今日3月6日と7日とどちらも10時からやったと思うんですけど、私もどちらも取らせていただいて、よっぽどのことがなかったらどちらも行かせていただこうと思っております。でどちらもおそらく6日も7日も30数席ぐらいしか残りなかったと思いますので、3月6日7日大津のアレックスシネマでの森の学校行きたいなと思っておられる方おられましたら、またこの、ドリパス の, アドレスも貼り付けておきますので、ちょっと早めにもう取っていただかないと、もしかしたらもうこういうのってね、もうバタバタっとこう残りの券がなくなったりしますので、もし行きたいなと思っておられる方おられましたら、どっちなんか早く取っていただいた方がいいと思って、今日はちょっとでも早くお知らせさせていただきました。6日なのか土曜日日曜日、私今のところどちらも行こうと思っておりますので、だからどちらかでも皆さんこのサイト、このチャンネルを見てくださっている方おられましたら、終わった後でなんかこうまあ短い時間でも皆さんと少しでもお話しして、なんかこう森の学校のなんか感動をまた皆さんと共有できたらなと思っておりますので、ぜひね、早めにチケットをお取りください。そしてまあ3点目なんですけど、まあ、私木曜日に天柄門を10回目見に行かせていただきまして、で木曜日でまあ終わりかなと思ったら、ありがたいことに天柄門も25日まで京都の桂川イオンシネマが伸びましたし、全国的にもまたロングランがこう続いているところもあるみたいなんですけど、まあ、ひとまず結構もう上映が終わったところもたくさんあるみたいなので、上映が終わった頃ぐらいにおすすめしようと思ってたのが、この小田作之助さんの五代友厚っていう小説です。ですごく今回の映画の内容とこの小説がリンクしてまして、もしかしたらその脚本の小松恵里子さんも
この小田作之助さんの五代友厚という小説の流れもなんか参考にしておられるんじゃないかなと私実はちょっと勝手に思ってて、ですごくまあ合致してるとこと、またそうじゃないとこと両方あるんですけど、だからその微妙に違うので、あんまり映画上演中にあんまりこのお話をして、なんか見ていただいても話がちょっとブレてしまうかもしれないと思って、上映がほぼ終わった頃にぜひね、まず上映が終わって、そのまあ、五代才助ロスっていうか、なんかちょっと寂しい思いになっておられる方がおられたら、ぜひそんな方にはこの小田作之助さんの、この小説を読んでいただけたらいいなと思っておすすめしようと思ってたので、まあ、そろそろねおすすめしてもいいかなと思っておすすめさせていただきました。でもちろんもっともっと深く五代友厚のことをもう正面から勉強したいという方がおられましたら、もう先立ってからちょっとお勧めしておりますこの八木隆正先生の新五代友厚伝をしっかりと学んでいただけたらと思うんですけども、またこちらの方が映画の中でも描かれているその生麦事件から、そして英国が起こって艦隊を送り込んできて、で、まあ、撮影戦争になって、で五代友厚が、まあ、才助が捕虜になってというところがね、すごい詳しくこちらの方でものすごく面白く描かれてます。で時捕虜になってるのが実際にはその才助と松木公安、後に、寺島宗則という名前に変わるんですけど、松木公安、もう本当に仲のいいこの2人がまあ、実際には捕虜になってるんですけど、映画の中では確かね、私何回もこう注意深く聞いてるんですけど、その五代才助と、森本がなんか捕虜になりましたみたいなこうちょっと聞こえ方がしてるので、松木公安とはおそらく言われてないと思うんですけど、実際には五代才助と松木公安の2人が捕虜になって、でその捕虜になりながらも、もうこの中でもねきっとこんな感じだったと思うんですけど、もう2人でねその死ぬ気満々で、決してね助かろうなんて夢にも思ってなくて、なんとかして薩摩藩のお役に立って、でイギリスにこの船をなんかもうもろともなんか一矢を報いて、もう二人で立派に死んでいこうというようなね、二人がものすごくその表現をしてるあたりもね、なんか読んでてワクワクしますし、でこの二人がもうなんとかもう自分たちの命なんか顧みずに、なんとかイギリスに一矢を報こうと思ってるんですけど、地元の薩摩藩の方ではなんかもう捕虜になって、なんかもう武士にあるまじきみたいな、なんかそんな風に思ってる、そのあたりのね、なんかこう実際の感じと違う感じも面白いですし、ぜひねこれまた才助ロスになっておられる方にはおすすめさせていただきます。で実際にね、映画とすごいリンクしてるところも、この小説の中でもそのエルダーさんが出てこられて、でエルダーさんがやっぱりその才助の釈放してくれるように頼まれたりしてるね、そういうところもありまして、で映画の方では遊女が春っていう名前あったんですけども、この、小説の方ではロシアのローっていう書いて、どう読むかな、その振り仮名が打ってないのであれなんですけど、おつゆっていう名前なのか、ロシアのロっていう字を書いて、その遊女、おつゆっていう、この遊女が、まあ、五代才助にも惚れてて、そしてまたエルダーさんに身請けしていただいて、まあ、エルダーさんにお願いして、まあ、助けてあげてということでね、お願いされるので、まあ、もしかしたら実際にそういうことがあったのかもしれないななんてね、思いながら読ませていただきましたので、ぜひね、五代才助ロスになっておられる方にはおすすめさせていただきます。でこの一冊にはその二つの作品が入ってまして、小説五代友厚と、でもう一つ後半には大阪の指導者ということで、また明治になってから活躍されているそんなお姿も、なんか歴史的な事実もたくさん織り込んで、その大阪の指導者という作品と2つ収められてるんですけど、まあ、どちらかというとその映画にリンクしてる感じでいきますと、その前半の五代友厚っていうね小説がすごい面白かったです。で、NHK の大河ドラマでいよいよ始まりました今年の青天を衝け、
東の渋沢、西の五代と並び称されます、まあ、明治時代、日本の近代経済の礎を作られた渋沢栄一先生が描かれている、青天の月が始まったんですけども、この小田作之助さんが、その渋沢栄一と、五代友厚をちょっと並んで、こういうふうに言っておられるので、ぜひ最後にそこだけちょっと紹介させていただきたいなと思っております。渋沢栄一を引き合いに出したのは、明治財界の指導者としての友厚の位置が栄一と相並んでいるからに他ならない。相並んでいるばかりではなく、幕末維新における志士としての活動という点より、この二人の尖閣者を比較すれば、友厚の方が終始一貫してはるかに立派である。この点、友厚は明治実業家中ただ一人の人ではあるまいか。しかも栄一は、渋沢栄一ですね、栄一は長く記憶されているが、友厚は忘れられ黙殺されている。その人もその功績も忘れられている。私の言いたいのはここである。ことさらに栄一を引き合いに出したのはそのためである。その不公平を言いたいためなのだ。そしてまたね、豊臣秀吉とも比較してこうおっしゃってます。豊臣秀吉は大阪開発の第一の恩人である。そして友厚は秀吉に次ぐいわば第二の恩人である。秀吉以後の、いや少なくとも明治の大阪の指導者として開発者として友厚の右に出る人は一人もいないはずだ。比較しうる人もいないと、小田作之助さんはもう素晴らしい。私も読んでてね、もうなんか気持ちいいというか、まあ、渋沢栄一さんと並び称されるけども、はるかに五代友厚の方が立派であると。渋沢栄一の方はもう長くこう記憶されて皆さん知られてるけど、五代友厚の方はもう全く忘れられている。私が言いたいのはここである。そしてまた、大阪を開発した第一の恩人は豊臣秀吉である。しかし、五代友厚は豊臣秀吉に次ぐいわば大阪の第二の恩人であるというね、なんか私もこの言葉をもう見ただけでもなんか嬉しくなって、ああもうこの一冊を出会ってよかったと、なんかねちょっと心が痺れる思いがいたしました。ぜひまたねおすすめさせていただきます。今日はジパングパンク、ゴエモンロック3、そして森の学校、そして小説五代友厚のおすすめをさせていただきました。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。生まれてきてよかった、君と出会えたから。